バンドとかやりがちな風潮があるじゃないですか。この今やってる大黒摩季なんかは何年前？20年前くらい。20年前くらいの曲を今やってるんですけど、だから流行りのバンドとかだけじゃなくて、こういう歌物とか、あとはバンド構成なんかもサックスが入ってたり、あとは楽器だけの歌がないインストゥルメンタルのバンドなんかもあるということで、ディープワーズとね、そういう点ではこの辺もサークルと違うんじゃないかなと思ってます。Thank you.
床にくっつけて、こう、かけさせたいものがちょっと、持ってんのかなっていう感じですね。はい、ありがとうございます。嬉しいなと思います。